早速続いてのキャスターさんお呼びしていきましょう。今日のサンシャイン担当は青原桃香キャスターです。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインをお届けしていきます。担当は青原桃香です。皆さんと一緒に現在からこの先のお天気しっかりと確認していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日来るとき雨どうでした、はい、雨は全く降っていなかったんですけれど、うん、ちょっと肌寒いなっていう感じでした。そうでしたよね、はい、傘はバッチリ持ってきましたか？バッチリです。一度扉を閉めかけたときに危ないところです。引っこ抜いてきました。いや本当に私はちょうどこの後帰宅の時間帯になるので、うんはい、傘持つかどうか結構迷いまして、うん、微妙です。でもしかするとこう隙間の日差しとかも差してきてちょっと明るい曇りとかだったら使えるかな、はい、まあ、一方で雨が降っても使えるかなと思って晴雨兼用のものを持ってきたんですけれども、はいね、午前中から関東でも弱い雨が降っていたところも、ところどころありまして、この後もやはり雨雲の動向により広い範囲で注意が必要になっていきそうです。はい、今日のこの天気急変、特に関東周辺や東北エリア夜にかけても心配ということなんですが、はい、今夜待ちきれない動画も公開されるということですので、はい、昨日もこの場所で見たんですけどデジャブ。そうなんですよね。昨日と同じだね。そう、昨日今日とこのクロスの組み合わせで、はいね、最後にもう一回お知らせしてきましょうということで、うん、はい、待ちに待った動画ですから ねいやでも本当に収録自体とっても楽しくて、はいね、美味しいご飯も食べたし。そうなんですよね。そうなんですデジャブかないやでも番組って結構担当してると本当にこの場で話すか、うん、うん、2つ後とか前の人とちらっとお会いできて、うん、あそうですね、元気ですかとかこういう世間話することしかあんまり普段ない。そうなんですよ。まずこう健康状態を伺って最近大丈夫ですかっていうような感じで、うん、久しぶりにお話できるようなことが多いですよね、うん、ねえ、なんかこのロケの日もめちゃくちゃ長時間の撮影ではなかったものの、やっぱり時間もね、はい、いつも以上にあったのでいろんな話できたからすごい楽しい、はい、そう一日だったなと思って、そう予告編もねそう、あ、ケープ小林ついちゃいますかね。ミドルネームついちゃったわ。あ、私は何ですかね、見届け役。いやでも見届けてるぐらいじゃないですよね。本当ですか。でもなんか、うん、この感じこう小物感がすごいわかりますか。あのリーナさんラスボスみたいな私その前に出てくるすぐ倒せるやつみたいな立ち位置かなっていう強さはではあるよね。そうなんです。この一枚にもこっちが、ね、物語っているだってもう鉄の壁と暴れる風ってもう言葉が強いから。そうなんですよ、ね、もうほんとほこたてですからねそんなことないんですよ。ももちゃんもあの、うん、風もね同様に私としっかり受けました、うん、受けていただいた、うん、全然ちょい役じゃないですし、なんならの進行していただいてるので、はい、そうでした。そうなんです、うん、私はただただ風を受ける、うん、もう体当たり芸人で体張られてますそう、あの今回、はい、結構進行はももちゃんが主にしてくださっているので、うんはい、ぜひ解説も戦いの様子を見届けて、ね、あとはすごくお腹が空きましたよね、この風を受けて。そうでした。すごいびっくりしました、その体力の消耗度合いに、ね、うん、いや本当に風をに対抗するだけですごく体力使うんだなっていう風にも感じましたし、うんはい、今回あの真正面からだけの風をただただ受けるっていうタイプだったので、うん、結構現実世界ってなると色歩いてるとこう横からの風だったりとか、はい、結構ねいろんなところから風が向いてくると思うので、うんね、今回吹き荒れる風を受けてどうなったのか、ね、お腹も減るほどエネルギーも私たち消費
しっかりさせていただいておりますので、はい、その様子を、ね、はい、見届けていただきたいですよね。あの実は撮影からもう1ヶ月以上眠らせて、眠らせてじゃない、温めてるそう、ほっかほかにあちあちに温めているので、その分おそらく編集とかもたくさんね、うん、あの凝ってしていただけていると思うんです。予告を見たらね、うん、お分かりになるかと思うんですけれども、そうなんです眠らせてない、ほかほかにしておりますので、ぜひ、はい、あの温まった動画ご覧いただきたいと思います。改めて今日も告知していきました。はい、はい、そして、まあ、この後はですね、番組内、まあ、サンシャイン以降の番組でもおそらく、まあ、実況など中心に追いかけていくかと思うんですけれども、はい、モーニングの時間帯よりもより広い範囲でお天気荒れ感出てきそうですね、うん、はい、そうですね。この先特に東日本や東北にかけて大雨の恐れありますので、しっかりとそのような天気の変化を追いかけていきたいと思います。はい、ではこの後のサンシャイン、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブモーニング、ご参加いただいた皆さんありがとうございます。この後お天気変化、要注意なところ多くはなりそうですので、随時最新の気象情報を確認しながら、雨が強まっていたり雷を伴っていた際には安全な場所でお過ごしください。それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。この後の担当のキャスターさんお呼びしていきます。この後は小川千奈キャスターです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。この後17時からウェザーニュースライブコーヒータイム、小川千奈が担当していきます。今日は各地天気急変の可能性がありますので、一緒に見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりのクロストークな感じがするんですけれども、はい、せんちゃんは出社する際の付近の空の様子とかはどうでしたか？多分曇っていて、はい、雨は降っていなかったので傘はささなかったんですけど、はい、日傘がいらないぐらいには、はい、あの日差しは乏しかったので曇っていたと思います、うん、なるほどそうですよね、だいぶシックなあ、そうですね、大人っぽいなと思いました、お衣装が。いや、今日はね、服選びに困りまして。あ、なるほど、そうなんですよ、うん、幕張の天気カメラの様子見ていきたいと思います。 あれまた一応晴れたということで。そうなんですね。でも同じ千葉の中で先ほどは木更津市が曇っていたということなので、うん、はい、地点によってもまたガラッとお天気変わっているのではないでしょうか。うん、こういった場合だと、うん、こう曇っている時でも日傘ってせんちゃん差しますよね、きっと。あ、今日持ってきました。ですよね、やっぱり滞りなく曇っている時って日傘すごく差しづらいなっていう感覚で、はい、なんかすごい暗い時って日は差していないけど、うん、しっかり傘を差しているって、ちょっとこう浮いている時とかありませんか？皆さんあんまり差していない時とかあります。ですよね、なんか私だけ差してるなとかあともう差すことが習慣になりすぎて、はい、アフタヌーンとか担当するともう終わりは外暗いじゃないですか、うん、なんかこう気づいたら夜自分だけ差してるとか日傘なんか、あ、なんかみんな見てるなと思ったら、はい、私なんか夜に日傘差してたりとか染みついてるわけですね。染みついてますね。あ、ねえ、そのぐらいしっかりと日焼け対策などもされているかと思うんですけれども、うん、この先は日傘だけではなく雨傘なんかも必要となりそうです、はい、そして愛知県ではサンシャインの時間帯ですと豪レベルの報告いただいておりました。だんだんと東の方に進んでいってはいるんですけれども、はい、このぐらい大きな傘を差していても足元濡れてしまうような降り方の時間もありました、はい、この先もね、まだ関東では雨は降っているところ少ないんですけれども、はい、関東エリアでもこの先の雨に心配ですね。そうですね、今日は各地天気の、急変に注意が必要となります、はい、大気の状態非常に不安定ですので、今まだ降っていない関東のエリアも含めて各地雷を伴って一時的に強い雨が降るところが多くなりそうです、はい、また明日にかけては南西諸島で雨が強まりそうですので、そんなお天気そして週間のお天気も含めてお届けしていきます。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。
ではここまでウザーニュースライブサンシャインをお届けしていきました。今日は日曜日ということで、ね、朝はしっかり晴れていても急にお出かけ先で降り出してきたということもありそうですね、交流戦の様子もすごく気になりますけれども、ぜひ素敵な休日をお過ごしいただけたらと思います。それでは3時間ありがとうございました。さよなら。続いてのアフタヌーンを担当されるキャスターさんお呼びしていきましょう。山岸愛理キャスターです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。この後14時からウェザーニュースライブアフタヌーンを担当します山岸愛理です。午後から明日にかけてのお天気を中心にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この時間帯では千葉県印西市に大雨警報が発表されたりと、関東でもしっかりと雨が強まってきていたんですが、はい、アーリーさんが出勤されるタイミングだと雨の様子どうでしたか？私が来る時はもう全然全くそんな気配もなく、はい、まあ、ちょっと雲が目立つくらいだったんですけれども、はい、落ち着いた空の中出社してまいりました。あ、傘は差さなかったということで、うん、いらなかったですね。はい、本当にこの短い時間の中で関東も変わってきたかと思うんですが、うん、はい、アーリーさんもやはり普段は雨雲アラーム使っていますか？いや、もう使ってますよ。そうですよね。もうアプリを使い倒して、はい、できるだけこう傘なしで移動したいですよね。そうですよね。できることならこう荷物は減らしたいと思う方も多いと思うんですけど、強いタイミングも避けたいですしね。そうですね。この後また強まってくるところもありそうですので、はい、雨雲レーダーなどぜひご活用ください、はい、でまたこう空ミッションではアジサイリポートも引き続き募集していましたが、うん、こうリノーさんとの対決、はい、うん、あれはアジサイですよね。そう、アジサイお絵描き対決をやったんですけど、はい、あれ面白いなって思ったのが、はい、1分間で描くっていう対決だったので、はい、もう全然考えたりする時間もなく、はい、あとクロストークでやるにはちょうどいいボリュームだったので、うん、せんちゃんもねいつか一緒にやりたいですね、はい、そうですね、うん、しっかりとこう晴れた日とかにもぜひやらせていただきたいと思うんですが、ね、せんちゃんやっぱお絵描きキャラですもんね。いや、アイリンさんといえばお絵描きですが、あの本当にお二人とも素敵だなと思って、なかなかのんちゃんの絵って見る機会ないからないんです、ね、初めて見ました、うん、新鮮だなって思って、はい、でも私はすごい好きなタッチだなって思ったので発見でした。そうですよね。なんかこうアイリンさんのお洋服もなんかこうコメント来てたの見ましたね。そう、私素敵なお洋服でインクがすごい薄くて、はい、私のワンピースの柄みたいになっちゃったんですよ、ね、素敵なワンピースですが、カタツムリさんとかもいてね。そうなんです、いろいろ描き足して意外と1分でたくさん描けたので、うん、はい、これね続けていくとなんかいろいろ可能性が見えてくるかも。そうですよね、なんかこう、うん、キャスターさんによっても1分の中で何から描き始めようかなっていうのが、ね、多分違うと思うので、こうね、うん、アイリンさんみたいにこう見る人とかも描いたりとか、うん、せんちゃんはなんか妖怪の、ね、はい、絵を最近たくさん披露してくれてますけど、はい、妖怪以外ももともと描くのが好きだったとかあるんですか？あ、そうですね、昔からこう絵の具を使った絵とかは描くのが好きだったんですけど、ね、すごい上手だから、いやいやいや、アイリンさんには変わりませんよねということはデータには苦戦してますね。デジタル化、デジタル難しいよね。難しいですね。私課金してそのデジタル の、はい、あの絵の描き方の講座受けてるもん、はい、うん、さすがすぎる。どうやって使うのかっていうのが、はい、もういろんなやり方があるんだね。なんかこうアイリンさんのイラスト拝見しているとこう、ね、模様とかもこうちょっと点点点点とした、うん、はい、タッチの模様にしていたりとか。あれは、ね、塗り方とかも課金です、はい、課金課金のブラシです。課金のブラシですか？そうです。すごいなと思っていつもこのなんかこう着色とかもでか拝見してるんですが、いや難しいジャンルだなって思うので、いろんな機能があって、はい、あれね私も全然使いこなせてないんですよ。いや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 、すごく、ね、楽しみにしています。あとアーリーさんのストーリーとかだと衣装協力もすごい、うんうんうん、あの多分ペンタブとかで書いてるのかなっていうストーリーが載ってたりしますよね。最近あれを日記みたいに使っていて、素敵ですあれ空いたところに関係ないことをいろいろ書いているんですけど、あれも iPad で画像を重ねています、はいはい、へえ、やっぱりね楽しいよね。でもデジタルっていろいろできるから楽しいですね。なんかこうアイリンさんの
なんでしょうね、流星群特番で出てくる星座の絵が私すごく好きなんですが、やった嬉しい。あれはもちろん全種類あるんですか？あれは、はい、88星座全部あるわけじゃないけど、はい、結構あります。多分50とかはあると思いますね。カニもあります？カニもあります。あ、よかったです。誕生星座は全部書いているので、でもせんちゃんの妖怪さんも相当な数になってきたんじゃない今？あ、今でちょうど30ですね。うわー、すごいね。これだって時間相当ね、はい、必要じゃない？30書くの。そうなんですよ。え、すごい。この後もですね、アリンさんの番組も楽しみにしています。私もいつかじゃあお願いします。あ、じゃあなんかコラボしましょう、はい、ぜひ。はい。そしてそんなね、この後アフタヌーン始まりますが、ここで気象速報が入りました。茨城県に大雨警報と洪水注意報です。茨城県古河市に大雨警報が発表されました。先ほど古河市の方からリポートをいただいていました、はい、見ていきましょう。こちら先ほどもう冠水があってこう U ターンしていっている様子リポートにていただいていたんですが、はい、今警報も発表されたということで、この後もまだまだ油断のできない状況が続きそうです、はい、この後もこの関東も雨もちろん見ていくかと思いますが、どのようなポイントで見ていきますか？はい、はい、引き続き、今日はですね、上空の寒気の影響で大気の状態不安定になっています。東日本から東北にかけて広く雨雲発生発達しやすい状況ですので、この雨を中心に追いかけていきます。引き続きご参加ください。はい、この後もアフタヌーン14時からよろしくお願いします。お願いします。ここまでウェザーニュースライブコーヒータイムをお伝えしていきました。今現在警報が発表されているエリアが増えてきております。この後も最新情報をご確認の上、安全な場所からのリポートをお願いします。ではこの後も山岸キャスターと良いお時間を。皆さんごきげんよう。17時からはウェザーニュースライブイブニングが始まります。本日のイブニング担当は岡本結子キャスターです。お願いします。こんにちは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します岡本結子です。お帰りの時間から明日にかけて、そして週間のお天気まで一緒に見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今日はスタジオでも雨降り出してくるかな、はい、どうかなってずっとこのあたりの天気も見ていたんですが、はい、ゆうこちゃんは傘なしで来れましたか今日は？私が出社した時はまだ大丈夫でした、うんうん、あ、今日はね本当に皆さんお天気の情報をこまめに確認したと思うんですけれども、はい、ホームで一言では雨雲レーダーを確認するのはどんなタイミングですかっていう質問をしていました、はい、ゆうこちゃんは割とちょっとの雨でも天気確認したり傘さしたりするタイプですか？私は毎日家を出る前に確認してます、うん、あ、そうですよね、はい、圧倒的に家を出る前という出る前で、はい、なんかなるべく傘を持ちたくない派なので、うん、はい、今日の雨は傘いるのかいらないのかって、うん、見たりします、ね、タイミングによってはね雨の予報でもいらない日もあったりしますもんね。そうなんですよね、はい、まあ、今日はですね特別雨が強まっているところも多くありますので、この後も雨雲の強弱のタイミングと、はい、まあ入ってくるタイミング抜けるタイミングこまめにご確認いただきたいと思います。リポートでも雨の情報たくさんいただいておりまして、はい、岐阜県多治見市の報告を見ていきますと、こちらも雨が降っているという報告いただいていました、はい、東北から東日本近畿あたりまでは雨の報告多数寄せられていましたので、この後も帰り道のお天気が注目ポイントとなりそうですね。はい、そうですね、うん、そして先ほどアイリンさんもアーチ雲のお話もされていましたが、うん、はい、この後ですねお帰りの時間帯に雷や突風を伴って激しい雨となるところもありそうです、うん、はい、この後の雨の様子しっかりとお伝えしていきたいと思います。はい、ではこの後も引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、今日は3時間を通して雨の情報を送っていただきありがとうございました。コメントやリポートもたくさんいただきました。この後もですね帰り道まだまだ傘が活躍する地域非常に多くなっておりますので、最新の情報はウェザーニュースライブでご確認ください。それではこの後も雨に十分気をつけながら素敵な日曜日をお過ごしください。では続いて担当してくださるキャスターさんにお天気の引き継ぎ行っていきましょう。担当は時田瑞希キャスターです。よろしくお願いいたします。こんばんは。この後時刻20時からウェザーニュースライブムーンを担当します時田瑞希です。今夜から明日週間にかけてのお天気も詳しく見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日は関東でも雨が強まっているタイミングありましたが、はい、水木さんが出社される時はどうでしたか？結構雨強まっていて、はい、路面が冠水しているところがあったんですよね。本当ですか？はい、ちょっと斜めになっているところが、うん、小川みたいにこう水が流れていたりして、はい、私今日雨降っているので、はい、レインパンプスで来たんですけれども、はいはい、それでも結構濡れてしまうくらいの状態でしたね。はい、そうですよね。ちょうどこうイブニングの時間帯も幕張の空の様子もお天気カメラで見てもすごく、ね、天気の荒れているタイミングもあったんですが、はいはいね、アーチ雲も、ね、見えていましたし、そしてこんなリポートも届いていました。はい、こちらは東京都文京区の方からいただいたんですが、階段の上の方から雨が滝のように流れている様子をいただきました。はい、はい、かなり排水が追いついていないくらいの雨量になっていることが分かりますよね。はい、はい、このようにイブニングの時間帯関東でも雨が強まっていたんですが、次第に東北南部を中心に雨の範囲が広がってきました。はい、この後ムーンの時間帯もさらに雨の拡大するエリアありそうですよね。そうですね、引き続き明日にかけてもですね、東日本や東北エリアなどは雨の強まり警戒が必要なところが多くなりそうです。大気の状態が不安定な状況、この後まだまだ続いていきそうですので、ウェザーニュースライブムーンでもしっかり確認していきましょう。ではこの後のムーンもよろしくお願いします。お願いします。ここまで約3時間ウェザーニュースライブイブニングお付き合いいただきありがとうございました。現在もですね、関東や東北南部を中心に雨の強まっているエリアがありますが、この後さらに雨の範囲が拡大し、道路冠水また土砂災害の恐れも一部でありますので、今後の雨の様子ぜひウェザーニュースライブムーンでご確認いただければと思います。それではこの後も皆さんお帰りの際気をつけていただいて素敵な夜をお過ごしください。それではこれで失礼いたします。